警察から避難指示が出るほどの嫌がらせを繰り返していた人物に対して刑事告訴をしていました。その後送検されましたが、先日検察官により処分がなされました。危険人物は嫌疑なしで100%無罪であったと公表。 私が不当な告訴をしたかのような真実と異なる内容を公表していました。とても悩みましたが、一部の視聴者様が信じていたこともあり、正しい情報を公表させていただきます。正しくは基礎猶予です。初犯のため猶予されましたが、検察官は犯罪の権威が 十分にあったと判断しています。詳しくは YouTube の概要欄か Instagram をご覧ください。 いやーちょっとそれはでも証拠がないからねどうなのかなって感じですが、ねまあ、そういう話もあるってことですね。えっとね,えっとね言えないけどあります。<laughs> 言えないけどある <laughs> はい、はあはあ。まあちょっとそれは分かんないですけど僕は。うーん。うーんまあほか<あ>にありますかこの,この家って、えー、この家って鶴井村の村営住宅なんですけど。はい。えーっと。 鶴井村役場の人から、えーあのーまあ、聞いてますって言っちゃってもいいのかな、言っちゃうかな、聞いてるんですけど。え、鶴井村のいいや役場から聞いているはい